はい、ということで始まりましたハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。はい、旅するサンデーナイトね、今月も、始まりましたが、ちょうどハロウィンということで一人だけ仮装の人がね一人だけ仮装の人いらっしゃるんですけれども、はい、この後ね、僕もあの六本木の方で8時からあのイベントの方に参加するので、あの合流したい方はこの番組宛てにメッセージください。ということでということでね、本日のゲストの方のご紹介の前に、あ、そう、世界で旅するアーティストとしきダブルバリーと、はい、はい、ヨガインストラクターのクンプです。はい、はい、お願いします。そして本日のゲストの方、はい、自己紹介お願いします。はい、六本木で貸切レストランのオーナーをしております、はい、森脇純子と申します。はい、森脇さん、よろしくお願いします。はい、続いて、はい、日本画という画材を使って絵を描いております、高野陽介です。よろしくお願いします。はい、高野陽介さん、よろしくお願いします。ということでね、あの簡単にまずお二人の自己紹介をね、はい、あのしたいと思うんですけど、森脇さんの方から資料とか何かあるんですか？はいはい、ありますね。はい、じゃあ資料、森脇さんの資料出ますでしょうか？見ながら、じゃあ森脇さんの自己紹介お願いします。はい、これは、はい、載ってますね、うん、これ高野さんのさんです、ね、これ僕ですね。はい、すっごいちっちゃいじゃん。はい、これじゃないですね。はい、今のリハーサル中みたいな。はい、はい、あ、僕から始めますか？じゃあ、あ、どうぞ。どちらでも大丈夫。あ、これもう僕になってますね。じゃあ僕から行きましょう。はい、はい、絵描きをやってます。はい、それで、日本画科というところを大学を卒業して、で岩絵の具というのを使って絵を描きます。はい、岩絵の具、はい、岩絵の具とは石を砕いて粉にしたもの、はい、でそれをニカワと混ぜて塗る砂絵みたいな感じの絵です。そうなんですね、はい、水晶の粉をあの混ぜてる絵で、ちょっとこう光がある絵なんですよね。そうですね、キラ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 してる、ちょっとこうスライドすると、ね、絵が見れる。そうなんで、ちょっと次のスライドで、そうです、こういう風な、ね、そうですね、これは制作途中の感じなんですけれど、うん、上にあるあのお皿、はい、あれが砂とニカを混ぜた状態の、はい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 、で乾き待ちがあるんで、こう同時進行で、うん、高野さんもね、旅が好きっていうことで、いろんなとこ旅して、ね、そういう、ね、実際の景色を、まあ、現実のね、あの光も取り入れて描いてるというところですよね。これは軽井沢の龍ヶ石の滝というやつです。龍ヶ石の滝、軽井沢いいですね。いいところですね、はい、でこっちはドイツのバーデンバーデンで、はいはいはい、左側の方ですね、はい、バーデンバーデン、いろんなところに描いてる、はい、また他にも絵がありますね。次のスライドも、はい、これは何ですか？これはタイトル遥かな海という、うん、あ、海ですね、うん、タイトルで葉山でスケッチしたのを元にしていますね。葉山で名前が陽介の太陽のようなんで、はい、こう光をテーマにしたような絵をたくさん描いて、はいはい、名前から来てるんですか、それは？うーん、なんとなくそういう絵に行き着いたという感じですかね。はいはいはい、ね、いろんな、ね、ヨーロッパ各地を取材されたり、アメリカとかね、はい、カナダも行かれて行き着いた先が光だったと。そうですね、うん、かっこいい。もう一つあるんで、もう一枚あるんですか？はい、あ、これ、あ、これは今年の新しいやつですね。最近はその光もいろいろ色合いが変わってきて、ハロウィンっぽい。そう、秋っぽい。ちょうど10月に神谷町で展示が終わったばっかりで、その時に出展した作品ですね。ね、言われてましたね、はい、ついこの間のね、すごい画展、はい、ね、1週間早く知り合ってれば、あ、先月出てれば、そう、そうですね。これもあの黄色い石、それから青いところはラピスラズリで、月の黄色いところは金箔ですね、はいはいはい、で周りは金箔をすりつぶして粉にした金泥という絵の具を、こう絵の具というか粉、はい、それにニカを混ぜて塗るという、うん、へ、全部色のついた石ですね。珍しいですよね、それ使ってること自体は。そうですね、この日本画という技法自体はずっとあるんですけど、やっぱりだんだん使う人は減っていますね、はいはい、だって石だからやっぱり本当の光みたいに見えるってことですね。そうですね、岩絵の具を、その粒子をニカワでコーティングして、うん、で紙の上に乗せると、うん、そうするとニカワが溶けて上がちょっと開いて、そこはきらめく、うん、はいはいはい、なのでそのラメを使ってるわけじゃなく、石の表面が輝いているとい う、石のこのね、まあ表面のこの光がちょっとこう光の角度によって変わってくると。そうです、そうです、そうです、
もう一枚ありましたかね、うん、もう一枚ありますか、もう一枚、もう一枚、まあ、ないです、ないです、まあ、ないです、じゃあ戻りますあるかな、ないかな、なかった、あるあるある、じゃあ、じゃあ、再戻してもらって、そんなね、素敵な、はい、そう、いろんな画展をね、高野さんやってらっしゃるというか、はい、伊勢丹とかね、あの、ね、西武百貨店とか、はい、まあ、いろんな画廊、ギャラリーって、うん、多数の展覧会を開催してらっしゃるということで、はい、はい、通称コナにした岩絵の具から生み出される、はい、きらめく日本画を得意とする、うん、まあ、日本をじゃ代表するぐらいの感じで、うん、それは盛りすぎかな、盛りすぎ謙虚 な、はい、謙虚に行きます、本当に光がこう降ってくるような絵が多くありますね、はい、これも持ってきていただいたんですよ ね、はい、あ、実際のね、絵が、実際の絵を持ってきました、あるということで、うん、はい、こちらですね、これはどこで、これは、うん、そうですね、これ古い絵なんですけれど、これ朝日ですか、そうですね、ロスで取材してた頃ですね、めちゃくちゃ日本のこう、そうですね、かなと、そうそうそう、やっぱり僕が描くとちょっと日本風になるんですね、で、なるほどです、この後エジプトとか、はいはい、ピラミッドの絵とか描いてる時期もあったんですけど、どことなく日本が、どことなく僕っぽい、僕っぽい、僕っぽい、作ってる絵の具が、画材が、はい、同じだっていうのもあるんですけれど、はい、あんまりこのテーマを、僕ならではのテーマみたいのを探さなくても何描いても自分の絵になるんだなっていうのに、もうその当時からもう15、6年前から、ね、やっぱりその歌もそうですよね、うん、同じ歌歌っても人によってこうその人の歌になったりとか、そうです、そうです、だから自分の、ね、作品ですよね、うん、何をしても、うん、肩の力抜けてもうありとあらゆるものを、はい、一昨日はアストンマーチン描いてましたね、景色だけじゃなくてない、もう何でもありです、そうですね、景色以外のちょっと体験したことないです、アストンマーチンの光が映ってやっぱり表面のそのね、きらめきが後が、いや、そうじゃなくてそうじゃなくて、そうじゃなくて、ちょっと 新シリーズが出たんでということで、なるほど、もう、まあ、自由ですよね、そうです、音楽も、ね、絵も自由だと、自由に描いてますね、それで実際になんか持ってきていただいたんですよね、画体、はい、を、もうあの日本画とはからのここまで全部行っちゃいますか、そうだった、あのいいのかな、はい、これもう全部あの僕の実力によってこの番組成り立ってるんで、はい、クンプさん暴走しないようにわかりました、はい、お願いします、でじゃあ自己紹介をじゃあ、うん、森脇さんの方もね、そうしましょう、あのお願いします、はい、後々深掘りしていくんでね、はい、後々、はい、1時間生放送たっぷりあります、たっぷりありますから、たっぷりありますね、あの、はい、プロでもしんどいですよはい、じゃあお願いします、はい、あの先ほどご紹介に上がりました森脇純子と申します、はい、六本木で貸切レストランを、経営しておりまして、はい、あのまあ、本当に10名以上から、まあ、これ大体10名以上からということで営業させていただいてまして、うん、本当にいろいろ、まあ政治家さんとか芸能人とか著名な方とか、まあ、いろいろな方がお忍びでいらっしゃるほか、企業の方とかもう普通にごくごくもうあの若い方からお年寄りの方まで、グループでワイワイと貸し切りで楽しんでいただいているレストランです。政治家さんも来るけど若者も来るし、はい、もうどなたでも料金体系的にはやっぱちょっとお高めですよね、でもというイメージなんですけれども、まあ、15名ぐらい集まりますと、うん、1人当たりも5、6千円で飲んで、ほいほいほい、出来たての鉄板焼きを召し上がっていただけるという、非常にリーズナブルだと思います、はい、確かに確かに、はい、人数によってそういうのがちょっと変わってくるっていう、そうですね、なるほど、うん、六本木プライベートバーベキュー J、はい、シークレットさんですね、はい、ジシクレっていう、あ、ちょっとこう J シクレ、あのシクレ、シクレ、はい、フランス語っぽい風な ジシクレですね、はい、あ、フランス語なんですかこれは。ではないんですけれども、はい、ちょっとそういう雰囲気で、ちょっとそういう雰囲気で作られてらっしゃる、はい、ということで、いろいろ自己紹介もあのね、はいはい、鉄板を使ったステーキや海鮮料理が人気ということで、はい、まあ、政治家や著名人、芸能人が来るっていうのもまたすごいですね、はいはい、味がやっぱり、はい、味も
美味しいと思います、うん、けれどもまああの何でしょうね、うちの本当持ち味っていうのは、うん、そのお客様それぞれ のスタイルっていうか、はい、今日は忘年会にしようとかお誕生日会にしようとか、うんまあ、そういったあの、うん、それに合わせてこう、ね、空間を作り上げるっていうことですね、はいはい、でまたご自身もあの、うんはい、ピアノでそのライブをしたりとかもそこでやってると、はい、 そういうこともたまにさせていただいてまして、はい、あとはお客様でお誕生日の方とかいらっしゃるときには、はい、あのバースデーソングですとか、うん、ちょっと弾かせていただいたり、はいはい、あの歌を歌われる方の伴奏させていただいたりとか、うん、りしてらっしゃる、はい、あの伴奏あ伴奏あ伴奏して、はい、いただいたりも、はい、なるほどね。オーナーさん自らそれをやってるって、はい、なかなかの珍しいというか、はい、すごいですね。で、経歴としてはピアノ学校ですかね、これ、はい、武蔵野音大、はい、音大を出てらっしゃって、はい、その後中国に留学して、はい、外資系のホテルピアニスト、はい、そして音楽学院講師を経験されて、はい、そこから帰国して、はい、ルコルドンブルーにてフランス料理を学ぶ、はい、これ音楽から料理に行ったこのきっかけって何なんですか？はい、いや私あの食べるのも好きなので、はい、あなるほど、はい、次はもう音楽の、はい、しながらも食べることを学ぶ、はいはい、割とあの音楽とか、はいまあ、料理とか、うんはい、作ることとか、まあ、いろいろね、うんうん、そういう共通する部分があるかなと思って、はいはいはいまあ、人生を豊かにするっていう部分では共通してますよね、はいうん、そしてそこからのレストランを開業っていうこれ、はい料理学んでていきなりレストランって開業できないと思うんですよ、はい、これ何があったんですかこれあいろいろやっぱり美味しいものが好きですと、はい、当然そういう、集まってくるお友達ですとか、うんうん、だんだんつながりができてきましてね、はい、スポンサーがついてまあいえレセプションに行ったりしますよね、はいまあ、その中でいろいろな人脈ができましてね、はい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 、ですごい名刺がこんなに溜まってしまって、うん、こんなにつながりができて何か名刺ってめちゃくちゃ溜まりますけど皆さんどう処理されてますか、はい、スキャンしたりスキャンしてます、はい、あのスキャンして原本は捨ててますか、はい、大事に取ってます大事に取ってますいやもうめちゃくちゃパンパンにならないですか名刺重症ソフト あれに入力してもらってあの8みたいなやつですか、そうそうそう1太郎みたいな、はいはいはい、なんだっけ、はい、そう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 あやっぱそれちゃんとやってます、ね、うん、あの100枚入る名刺入れあるじゃないですか、うん、そこにもう上から上から入れすぎて 1個の中に6枚ぐらい入ってるもう絶対分かんないみんなこれどうしてんだろうと捨てるのもなみたいな捨てられないでしょう捨てられないですよね、なんかあった時とかね、うん、でもかなり昔のやつは多分連絡しても番号変わってますよね、可能性もあるし、ね、案内状を送っても毎年20枚ぐらいは戻ってくるのが、あ前はもっともっと多かったんですけど、はいはい、ちょっと整理して、うんうん、やっぱりもうこの社にいませんとか、うんうんうん、ですよ ね、 そ う、 ですね、そういう名刺、そうだね、そういうちょっとなんか教えてください、あの視聴者の皆さんもね、あの、まあ、全然話はそれちゃったんですけど、そこからじゃあいろんなレセプションパーティーに行かれて、出会いがあってレストランをやってる友達とかもできたってことですか？そうですね、それもありますし、はい、あのなんかせっかく知り合ったのに、うん、どこか、まあ、集まる場所が欲しいなっていう感覚で、はい、まあ、そういったサロンが欲しいなとか、まあ、イベントをやったりとか、うん、まあ、そういう場所があるといいなっていうことで、はいはいはい、まあ、たまたま、こういうプロデュース、うん、焼肉とかステーキとか、うん、まあ、そういったプロデュースをしている方が近所にいらっしゃいまして、はいはい、まあ、偶然もう20年来の、あ、もうやってらっしゃる方とはお会いしました。で、ね、はい、でご協力をしていただいて、はいはいはい、じゃあやってみようかなということで、あ、なるほど、じゃあ、はい、その方も一緒にやってるような状態で、そうですね、もうプロデュース、あの、鉄板のお肉の、はいはいはい、はい、なるほどですね、はい、そうですね、そういったご協力をいただいて、はいはいはい、はい、いやいいですね、その流れもいいですし、オリビエ・オドスシェフ、はい、ダニエル・マタンシェフに指示をしてらっしゃる、はいはい、今現在もなんですけど、はい、オリビエシェフはシェ・オリビエっていう、はい、市ヶ谷でミシュランレストランを、はい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 、されてましてね、はい、うん、シェってつく人みんなね、シェ松尾とかね、うん、シェがつくところみんな美味しいじゃないですか。美味しいです。あれシェっていうのはそういう称号なんですか？はい、なんか国から与えられた称号的なのがあるんですか？シェって、もうシェしか言ってないですシェシェしか言ってないですシェって何ですか？そこまでは突っ込んだら分からないですか？ちょっと調べておきます。あの
視聴者の皆さん、お知らせメールこちらまで、はい、で最近ではワールドミス&ミスチャイナコンテストで第3位に入賞されてると、はいはい、これは何のコンテストですか。これは、まあ、日中の文化交流の、はいはい、友好親善大使を、はいはい、まあ、決めましょうっていうことで、そう、親善大使もね、はい、やってらっしゃるということで、はい、中国とも結構ゆかりがあると。そうですね。それで、まあ、私、まあ、ピアノもやっていたことから、はい、芸術関係文化関係が好きなので、うんうん、あ、じゃあ、まあ、ぜひっていう、まあ、お友達からたまたまお誘いいただきまして、はいはいはい、まあ、挑戦してみようかなということで、はい、日本人が少ない中、うんうんうん、まあ、頑張って中国語でスピーチして、はい、ピアノを弾いて、あ、はい、なるほど、その、はい、ピアノとか総合的なもので第3位に入賞された。はい、すごいですね。はい、いや、世界で、ね、活躍してらっしゃる日本人ということですね。はい、これから世界大会でタイに、はい、来週から旅立ちます。次が11月の上旬に開催されるタイで、はい、タイでの世界大会。そうですね、これにもあっちゃうじゃん。タイです。タイ、あっちゃうね。僕ね、タイは、ね、1月に行きます、ね、11月はそう、国内いろいろ行くんですけど。そうですね、美味しかったな。美味しかったです、はい、でもすごいですね、こんな世界大会に出場されると。ドキドキですけど、うん、本当に楽しみで、はい、世界各国の華僑の方とか、うんうん、はい、中国の方がもう来られるわけですよね。すごいちょっとこうテンション上がるなっていうことで、テンション上げ上げで、日本人として頑張ってこようかな。そうですね、そうですね、もろもろ宣伝してきてください。はい、はい、なんか資料とかはあります？そうですね、写真を、写真があるというあるんですけれども、こちらのこれですね、はい、これは先日東京タワーのスタジオで行われました、はい、あ、先日行われた、そうですね、7日に行われた大会なんですけれども、はいはい、桂由美さんのファッションショーもあったりして、はい、桂由美さんのファッションショーがあったんですか。ドレスショーが、桂由美先生のドレスショーがありまして、はい、はいはい、じゃあ次のスライドいきますか。こちら審査の方々ですね、うんうんうん、はい、中国の方とかいろいろ、ね、そうですね、中国と日本の両方ともいろいろ出てると。はい、文化関係の方ですとか俳優さんもいますね。そうですね、うんうんうん、なるほど、いろいろ、すごいですね。ここに出て、次のスライド、次のスライドもあるんですか。はい、こちらは、こちらは、はい、これは、入賞の時の、入賞の時、はい、どっちですか。あ、私は、はい、華やかな花を花を持ってる子、あ、頭に、はい、あ、はいはい、こちらは、はい、コウ・ヘンミンさんという、結構世界大会ですとか、はい、そういった衣装を担当されてらっしゃいますデザイナーさんの作品で、はい、もうぜひちょっとつけさせていただいて、出場させていただこうと思って、はい、すごいですね、はい、もうちょっと目立っちゃいました。超えてますよ。すごいですね。ちょっと思い切りましたね。今日六本木行った、今日一番目立ちます。目立ってちょっと派手ですけれども、はい、逆にね、目立ちます。はい、実際にピアノ弾かれてるスライドがもう一枚あるんですが、はい、はい、ですね、あ、これで、はい、これ中国のその大会ですか。そうですね、この時は中国のひまわりというまあ民謡の曲を弾かせていただきまして、はい、はい、頭にひまわりじゃないですよね。ひまわりは、はい、友達に作っていただいて、お友達のデザイナーが作ってくださって、はい、ちょっとピアノの横に、はい、置かせていただきました。アートですね、うん、そうですね、お二方ともアートの方で、うん、まだスライドはありますか。あ、もう一枚、あ、これがお店です ね、 お店ですね、こちらはお店、はい、福島のお酒、こちらは元少子化大臣の森雅子さんっていう議員なんですけれども、うん、はいはい、中央に笑っていらっしゃる方なんですけど、白いジャケットの、はい、彼女、僕今週末福島います、はい、そうなんですね、はい、福島でこういう参議院っていう、はい、参議院っていう特注のお酒を作られて、皆様福島から来ていただいて、はい、福島のご出身の方で、都内に住んでらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、福島の方が集まって日本酒の利き酒会っていう、はい、ああいいですね、はい、そうなんです。僕はちなみに山口県出身なので、はい、獺祭というお酒があるんですけど、すごい美味しいですよね。そうなんです、日本酒は本当にいいですよね。はい、
福島、福島もうあれですか、復興しました、もう完全に。ねえ、もう結構頑張って、彼女がすごく頑張ってらっしゃるので、はい、僕も頑張ってですね、はい、あ、こっち戻してもらって大丈夫です、はい、そうなんです、福島は僕も支店を出して地震の後に盛り上げようと思って、ね、すごい、郡山に出して通ってたんですけど、助成金があまりにもすごすぎて、みんな働く気をなくしてましたけど、今どうなんでしょう。人間はやっぱり与えられるものとそのバランスがすごい大事ですね。だから手を差し伸べすぎるのもっていうところで、だから釣り竿を僕は渡そうと思ったんですけど、逆に餌を与えすぎちゃってねっていう印象で、今どうなってるか分かんないですけど、ちょっと久々にね、今週の金曜日から福島のみんな、すごいインパクト強そうです、そうそう、髪もね、あと3日ぐらいで僕ね、黒髪パーマにしてバッサリイメチェンするのでね、この僕のロン毛が見えるのは今日が最後だ。それは何かあるんですか。いや、時々イメチェンしたくなる。イメチェンですね。そうなんですね。そうです、別人のようになって歩くと、はい、まあ、旅するのもやっぱりそこにね、行き着くんですけどね、マンネリ化しないように、ファッションもそうですし、そうです。そんなお二人のじゃ自己紹介が終わりましたので、さっき、カオリンさんが、旅の最近の様子、ここで旅の様子ですか、そうですね、最近、まあ、最近の様子っていうか、僕はもうさっき言ったように今月はもういろんなイベントで、まあ、MC とかちょっとね、ライブとか呼ばれまくってたので、旅は正直近場しかしなくて、はい、まあ、でも湘南なんでね、向こうの方で、昨日もそうなんです、茅ヶ崎で花火大会やったりとか、その前の週は江ノ島で花火大会とか、いろんな、ね、イベントがあるんですよ。そうなんですね。だから遠くに行かなくても全然近場でも、うん、まあ、楽しめることはたくさんあるじゃないですか、うん、だからまあ旅って言ってもね、遠くに行けばいいってもんじゃなくて、やっぱりこう感じ取る感性を開いた状態でこう物事を、それこそ光を感じるというかね、そういうことが大事なんじゃないでしょうかね。だから年を取れば取るほどどんどんその勝手にね薄れていってしまうんじゃないですか、うん、その感性が、うん、だから同じことしてても当たり前って思ってしまうけど、それが当たり前じゃないよって思うために、じゃあどうしたらいいんだろうっていうことをするために、まあ、マンネリ化を防いでますね、自分は、うん、それでいろんな国に行っていろんな感性を聞いて、あ、自分の考え方って、まあ、その正しいっていうのが、世の中のこう正中線の部分で正しいかどうかっていうのは、やっぱり日本だけの常識にとらわれてると絶対に間違ってるんですよね。間違ってるっていうか、ちょっと貧しくなっちゃうんで、もういろんな国のこういいとこ取りをしつつ、いいとこも悪いとこも知りつつ、本当にバランスですからね、っていう、なんか先生みたいになってきて、旅の先生みたいになってきて、すごい勉強になります。なんかアーティストだからそういう感性が強いとか、うん、そういうイメージもあるんですけど、そうですね、音楽を作る上でやっぱり、まあ、音楽を作るって言ってますけど、僕アーティストって音楽だけに特化してないですから、うん、音楽は人生を豊かにするため の, オプション的な感覚でやってますね、うん、まあ、今こうやって流れてる歌も僕 の, 曲ですけれども、うん、やっぱり旅先に行って音楽を作ることによって、そこの記憶がこの歌を歌った時また思い出したりとかするじゃないですか、うん、そういう風な、それを、まあ、より多くの人に聴いてもらいたいっていうのはあるんですけど、別にその歌で売れたいとかっていうよりは、まあ、人生を豊かにするためのツールとして自分は音楽をやってますね、うんうん、で全部そういう風にやらないと多分長続きしないと思うんですよね。だから高野さんにしても多分好きだから絵をやっぱりやってるし、好きだからもうその鉄板焼きでピアノ弾いたりとかってやってるじゃないです か, だから好きこそこう物の上手なりじゃないですけど、それをやり続けて皆さんがね、やっていくと、どんどんこう日本がこうより豊かになっていくというか、豊かな人が増えていく、まあ、社会性ってもちろん必要だから、そのお金の部分ももちろん必要なんですけど、まあ、お金もやっぱり感謝された数なんでね、それはどんどん感謝されて、手に入れていただいて、まあ、どん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 心もね、貧しくならないようにね、するバランスがめちゃくちゃ大事ですよね。たまに僕はそう、音楽ライブとかもバンバンやってるんですけど、実は LINE グループがあって、たまに自由人
説明会みたいな、まあ、セミナーみたいなたまにやってるんですけど、まあ、そういうところではそういう話から具体的にどうしたらいいのかみたいな動き方もねやってるんで、まあ、視聴者の方もねリクエストあったらあのこちら宛てに行っていただければこちらで人生はみんな平等ですから、はい、みんな山あり谷あり平等ですからね、誰一人として特別な人はいないし、あのそういうことも全部洗いざらい喋る会があるんでっていうことで、僕の自己紹介コーナーよく作ってくれましたねこんなに語ることないと思います。そうですね、そうそう、いつもただふざけてる兄ちゃんみたいな、はい、ふざけたチャラい兄ちゃんですみたいないつもゲストの方向いてゲストの方のことしか触れてないけど、今日なぜかあのそういう番組 の構成なんでね、あのたまにしゃべります。楽しみですね、はい、今日は楽しい会になる、はい、そして質問コーナー、あ、これも自分に対してですね、はい、いつも楽しく番組を拝見させていただいておりますということで、としきさんは、旅に行くときに2回行くところと1回しか行かないところの差は何でしょうかというご質問来ておりますけれども、いや、あのよかったら2回行きますよね単純にあの嫌な国はやっぱり1回しか行かないというか、まあ、嫌な国というよりはあと、うん、北京とかは、うん、あのやっぱり土地というよりは、まあ、土地もちょっとだけ空気がちょっとね、あの PM とか、はい、PM、ね、ちょっと空気がとかあるんですけど、あのやっぱり人ですね、うん、そこで僕は道を聞いたんですよ、あの、うん、バス停どっちですかって、駅員に、駅員ってもう公務員じゃないですか、うん、公務員が嘘をしてたんですそうね、北京はハードだね、しかも超いや、うん、なんだめんどくせえなみたいな感じで寄ってきてこっち全然逆の戻ったらいないっていうね、あの隠れてる、すごい、いや何の意味があって嘘ついたんだろうってね、それによってバス乗り遅れることになって、あの飛行機間に合わない事件があったりとかね、あのだから人ですね、だから日本人がやっぱ好まれるのはやっぱ親切じゃないですか、もう異常に親切じゃないですか、世界的に見て もう異常なぐらい親切なんですけど、これがやっぱ海外からしたらすごく好印象で、もう土地もいいんですけど食べ物も美味しいんですけど、やっぱ人がこの国の環境もやっぱ一番印象を作ってると思うんですよね、だから、うん、まあ、外国人にねたくさん来てほしいとかじゃないですけど、やっぱそういう国の方が最終的には潤っていくし、あのみんながねあの幸せでいられるんじゃないかなと思いますね。僕が一番初め記憶に残ってる海外の、はい、自分で一人で旅に行ったイギリスだったんですよ、はいはいはい、でやはりその人の良さ、はい、僕は英語も喋らず、はい、ガバンを持って電車に乗って、はい、で乗り換えとかが分からない、うん、そしたらちょっと近くにいたおばあちゃんが、はい、あの乗り換えまでついてってくれて、待ってる間にコーヒーをご馳走してくれて、で次はこの電車に乗るんだよって言ってめちゃめちゃ優しいじゃないってことよって。それいくつの時ですか。22歳とかかな。22歳で、あ、それはもう、あれですね、第2の故郷と呼びたくなるんですけど、それで印象決まっちゃう。そうですね、だから海外に対するその旅に対するこの自分ももし人が来たらこういう風にやんなきゃなっていう経験にもつながりますよね。やっぱね、されたらこうそうしたいって、ね、なりますもんね。ただイギリスはあれ以来行ってないんだけど遠いからまあでもそういう経験があって、うん、そういう気持ちになったんですよね。そうですね、どこ行かれました？私はやっぱり台湾ですかね。台湾、やっぱり新日なので、はい、すごい日本人に優しくって、日本語で話せる方も多いので、すごいいい印象ですね。また行きたいなって、台湾だとどこがよく行かれるんですか？台北ですかね。台北なんか行きやすいっていうか、もう街歩いてても日本語で話しかけてくれるおじいちゃんとかいたりとか、ちょっと日本のこう炎上にあるような感じの、そうですね、場所ですね。お寺とか神社仏閣、はい、が多いですよね。すごいなんかパワースポットもいろいろあって、台湾、はい、台湾は ね映画がありますよね、台湾のね、はい、台湾の不倫の映画があって、中山美穂が出てるね、
それを見ていきたくなって行ったんです。何かありました。何かドラマ起きました。もちろん独身ですから、そういうあれじゃないんですけど、そういうちょっとこう妖艶なイメージで行ったんです。なるほどなるほど。映画から入った国が台湾なんですけど、で、スンシってあるじゃないですか、ね、千と千尋の、まあ、舞台になったと言われてるような、まあ、そういうところのイメージがちょっとこう妖艶な、なんか夜なのにすごい活気づいてて、あの、それはそれでこう物語の中にいるようなね、感じでしたね。いいですね。いろんな国でいろんな思い出がね、やっぱりあるんですけど。高野さん、イタリア以外なんか、そう、イタリア、イギリスか、イギリス以外、そうですね、それから割とこう年に1回ずつぐらいちょっと外国に取材に行くようになったんですけれど、はいはいはい、その次は中国、中国、1ヶ月間、1ヶ月間電車を乗り継いで敦煌まで行きました、はい、めちゃくちゃこう距離があるんですよ ね、そうです、一個一個がもう電車乗ったら10時間電車の中みたいな、それでまたバスで5時間とか、10時間夜行バスで秋田に行ける距離そうしかもトイレ休憩とかなし、あ、いや、きついですね、何日ぐらい行かれてたんですか。1ヶ月ですね。1ヶ月、最後の帰りがアクシデントあって、飛行機を買い占められちゃってて、敦煌から北京へ戻る飛行機が、で乗れなくて、で無理やりこのゲスト席みたいのを入れてもらって乗ったらガラガラなんですよ。あまりにもチケットが安いから旅行者が買い占めちゃってて、そういうことなんですね。もしこれに乗れなかったら 1ヶ月間を延長しちゃうから観光ビザの範囲を超えてしまう、それは相当やばいことになるぞ。ビザにも引っかかるし、そう帰れないとスケジュールもとか、すごい経験ですね、やばいですね。まあ、それの後、アメリカで、ロサンゼルスのお師匠さんのところに滞在をして、で3ヶ月行って1週間帰らせていただくみたいな感じで、向こうで弟子入り修行、その取材っていうのは主に何をこう取材されてるんですか。中国は完全に取材で行きました、で、ロサンゼルスの方は全く日本画にならないようなところに行こうと思って、ほう日本画にならないようなところ、そう、今まで描いてた風景だとか石窟だとか、そういう自分の絵の範囲にないところに行こうと、でロスしたんですね。そしたら縁あって、ほい例えばどういうところなんですか。ロサンゼルスですか、はい、まあ、僕のそのイメージでは街並みっていう感じだったんですよ。もう多分ニューヨークとごちゃになってるぐらいなんですよ、その当時は。そうですね、僕ロサンゼルスと言ったらもう本当に、4週間前ぐらいですかね、乗り継ぎで降りたんですけど、もう空港の前で、なんかテレビの放送みたいなのやってますよね、もうしょっちゅう。まだこの普通にズームイン朝みたいに後ろ通ってこうやってピースしていって、昔懐かしのね、番組のように、ね、でも行ってみるとやっぱりね、自然は多くって、でテーマにするのもやっぱり都会の街並みを描くんじゃなくて光をテーマにっていうのもそこから生まれてきた感じがしましたね。マリナデルレイっていう港町の近くだったんですけど、ちょっと悩むとお師匠さんが悩んでてもいいの描けないから海行ってこいって言って、ロマンチックですね。いいお師匠さん、いいお師匠さんなんですよ、本当に感謝してます。海に行くとまたこうね、発想がね、また豊かになるというか、やっぱりじーっとアトリエにこもっても発想っていうのはなかなか出てこないもんで、そうですね、旅してる時ほどやっぱり曲かけたり絵かけたりとかっていう、そのインプットっていうかこうね、回転しだすというか、インスピレーションがね、入ってくる言葉も違うし、で街中に流れてる音楽も違うし、衣装というかね、服装もみんな違うし、歩くスピードも違うし、全然違いますよね、この人の感性も違うし、雰囲気も ね違うし、あの雰囲気は何が作り出してるんだろうってね、よく、そうですね、国によってこう全部違う、やっぱりちょっと長い時間滞在しないとその雰囲気っていうのは味わえてこないような感じがしますね、数日間スポットを行くぐらいじゃちょっとなんか、実際にそこに住むぐらいというかね、ちょっとこう生活してみて見えてくるものが、なんか観光地の他に自分でこう、行くところって決めて、その時ですか。その時はもうアトリエからの徒歩圏内です。自転車圏内か徒歩圏内か、あとは兄弟子にちょっと車で乗せてってもらってちょっと行くか、
最後はサンフランシスコの方までちょっと足を伸ばしたんですけれど、その基本そうですね、歩いていける範囲で、まあ、自分の中で自分の直感でこっちかなとかこっちかなとか言って、うん、絶対ここ観光スポットじゃないだろうみたいなところに行くことによってそうそうそう、ここ俺しか知らないすごいすごい秘密の花園見つけたり、そんな気分になる場所ありますよね。インスピレーション湧きそうですよ ね、 そうですね、旅あるある、旅あるあるありますね。でその後はカナダに行って、うん、でカナダは制作をして、まあ、展示もして、うん、で、夏の期間だけ滞在をするという、ほう、うん、なるほど。向こうはもう完全にゲストだったんで、うん、あの旅という感じではないんですけれど、はい、バンフのその自然大自然のスケッチはだいぶはかどりましたね。うん、すごい自然すごそうですね。自然がカナダはやばいでしょうね。すごかった、すごかったすごかった。あのバンフの標高が高いんですよ。もう富士8合目ぐらいの、はいはいはい、もうスタンダードでもそのぐらいで、ちょっとこう呼吸もそう息切れですよ。息切れですよね。薄い酸素がみたいな。そうだからあの夜寝てる時とか、こう呼吸が苦しくって悪夢見るんですよね。首絞められるみたいな。うなされる。取り憑かれてるわけですよ。そうそうそう。現地 の、 そのインディアンとかはあそこは住む場所じゃなくて夢を見るための場所だと、うん、ほう、あやっぱりそういう場所なんじゃないですか、うん、そういうところに住むもんじゃないって、ね、それを観光地化してしまったんでそういうふうになって、あなるほど、まあ、珍しいダウンタウンとか行くとあのドリームキャッチャーいっぱい売ってますね。ああ、ね、魔除け的な夢が叶うというか雲の巣の、そう、ただ僕は悪夢見るときすごい制作進むんですよ。あインスピレーションそれなんかあの歌手ミュージシャンがあのちょっとこう嫌な経験があった後の方がいい曲が作れると近いんじゃないですか。近い、なんかあのそれを睡眠いいんですか僕こんな人 いいですよその睡眠 の、 その不眠症療法とか、うん、そういう先生にこう悪夢制作は乗るんだけど悪夢がひどいと、まあ、どういうわけなんですかっていう話を相談したことがあって、はいはい、そしたら次の日使うデータを前出しにしてると、はいはい、頭の中に寝てる間に、だからそれが前でこんがらがってこうなってると、だから回転がいいっていう人が次の日の朝のデータを前出ししてるから、そうか、寝てる間にこう頭の中って整理ね、そう自然にするっていう言いますけど、整理が暴走してこう前出しでむちゃくちゃなものを組み合わせになってると、面白い。それを聞いてからあやっぱあの時ドリームキャッチャー買わなくてよかったなと思って、買わなくてよかった、そうあれ買っちゃってたら制作がね悪夢が見れないから、そうそうすんごい制作進んだんですよその年。なるほどね、なるほど、それで自分のやっぱり特技を見つけるという、ね、そう、それもバンフのおかげですね。だからそれ以来この悪夢との付き合いみたいのも楽になりましたね。そんなに悪夢って見ます？皆さん見ます？見ません。なんかすごいこう焦ってる時とか、うん、何かあの近づいてきてる時とかね、こう何かそう例えば大会が近づいてきてる時、緊張がマックスになると、ちょっとそういう夢見たりすることもあります。なるほど、はい、緊張がマックスになってきた時に見ると、はい、見る、ちょっとこうなんか追われてるとか、ね、プレッシャーですかね。そうですかね、やっぱ脳の回転が早いということだったらそれも、ね、そう、体の調子がいいっていうことかもしれない。いいお話聞きました。使ってください。使ってください。ポジティブに考えようかなって思いましたね。何でも考え方ポジティブって重要ですよね。重要です、ね。森脇さんのその、はい、そういう風ななんかこう、まあ、きっかけっていうか、なんかこうしたらもっとうまくいったみたいななんかあれば視聴者の、ね、方にお伝えしてあげてください。うん、人生のうまくいったってことですか。悪夢以外で。これはもう解決した。悪夢以外で。そうですね。私はこう。すごく友人に恵まれているというか助けられることが多くて、こう楽しい方に周りに囲まれて、今日もなんですけれども、はい、たまたまこういうお話いただきましてね、こういう楽しい方々と本当にこうアートの方々とお目にかかれて、いや本当に嬉しかったんですけれども、はい、やっぱりこう番組最後の感想、はい、いやなんかまあ楽しいね、はい、楽しい人と人ですね、何が違うアーティストの方々が会うと、はい、なんかやっぱり触発されるものそうですね、確かに感性も、ね、いろいろこう待ってるから、楽しい方とこういつも
あ、楽しい方と会うことが、はい、まあ、ヒントというかきっかけですかね、と、うんうん、いうことですよね。そうですね、なるほど、はい、人ですね、人ですね、さっきおっしゃってた、はい、はい、人ですね、確かに。じゃあここで、はい、あの自分のミュージック、PV があるんですけれども、ムーンエスケープ準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ世界を旅するアーティストでトシキダブルバリーコマーシャル挟みます、どうぞ。確かに限界す限界知らない残中無頓のチャレンジ寂だる他をアップロードアクションパッと出てきたスーパースター天使と悪魔も踊り出しちゃう今夜テンション高め座長行く先は今日見てされるこの時代の中で幾度の感動真実探せば現実反対全くうまくはいかないまるでビートを時には放縦はい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 道もサーチもいかない時は拡張ひっくり返した上で自信持ってドンブリッカイ見てされるこの時代の中で幾度の感動ということで、あ、スタジオに戻ってきましたね。ありがとうございます。ということでムーンエスケープでした。はい、いやいやいや、聞いていただいてノリノリになっていただいて、はい、落とさない、すっかり今目が覚めたんで伊達メガネ取りましたということで、なんかあのね、ご質問もあるということなんですけど、なんか、どう、なんかあの
どの国で、はい、どんな音楽作られてたのかなって思いましたね。どの国でどんな音楽、はい、そうですね、あの例えばオーストラリアとかだったら結構こう、うん、ラップ系とか作ったりとかですね、意外と不思議だったのがハワイとかで和風の曲を作ったりとか、日本とやっぱこうつながってるじゃないですか、ハワイとリンクしてるんで、そういう歌を作ったりとか、うん、六本木で作った歌はちょっと夜っぽくなっちゃったりとかもありますし、聞いてみたい。基本僕の歌の作り方は旅しながらまず歌詞を書いて、で、その曲にはめていくっていう、でそれをまあ自宅で収録してどん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 編集が長いですね、歌詞をズバッてはまらないんで、なかなかそれをこうどんどん入れ替えたり入れ替えたりしていくっていう作業が3ヶ月ぐらいですかね。次僕も今月末から新曲また作りますんで、これも次オリコンチャート1位狙ってきますよ。次はこれ1年ぐらいかけて作ろうと思ってるんですけど、まあ、時間かければかけるほどやっぱりいいなっていうのがあって、でやっぱその歌詞一つ一つももっとすごい大事に選んでいこうと思って、演歌作るよりも歌詞に力入れようかなと思って、でその歌詞一つ見ただけでこんなに世界をボーンって想像できるような歌を作ろうかなと思ってます。一応ジャンルはでもねヒップホップなんですよ。でもジャパニーズヒップホップの今クオリティが世界のヒップホップより少し上に来てるんじゃないかぐらいに僕は思ってるので、世界のヒップホップよりも日本のヒップホップの方がメロディーラインプラストラックの質がめちゃくちゃ高くなってきてるんですよね。だからぜひジャパニーズヒップホップを聴いていただくと、あ、日本ってこんな音楽あるんだっていうのね、外国人の人にも知ってほしいんですよね。でネットとか見てても日本の曲ってバカにしてる人が結構多くて、まあ、それがやっぱり一般的なチャートのところ部分って結局商業だから、スポンサーがお金持ってて、例えば、ね、某アイドルグループがとか、でも音楽的な部分で見ると全然その世界的に見ると何これっていうね国がやっぱ多いんですけど、言われちゃうんですけど、まあ結構ジャパニーズヒップホップの音楽性は僕は好きですね。 R&B も好きですけど、だからそういう本当に売れるべきものが評価される時代になってくれたらいいなとは思いますけどね。ちなみにどちらでこう作ってみようかなって、その次の音楽は次の音楽ですよ、はい、どちらもういろんなところに行きながら、つどつど、まあ、今もすでに実は歌詞はもう、ふって浮かんできたらその歌詞を書いてるんです。もう書き綴ってるんですよ、例えば今日も電車の中でふってこう出てきた言葉があって、すごい、それを、そうですね、まあ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 、まあ、ラップなのでね、まあ、これは出来上がってからの歌詞で、ね、聞けんのかと思って覚えとこうと思って、その感情の日にあったんだよみたいな、もう本当にこうワンフレーズワンフレーズずつで、いろんなものを想像したり思い出してできるような歌を作りたいなって思ってますね。なるほど、そうです。どこで、まあ、海が多いですね、でも作るのは、いいですね。あとはあとなんか、なんかファッションショーとか、はいはい、そういうファッションショー、そうです、はい、呼ばれたら行ってるような感じですけど、はい、ちょうどね11月の18日もね、ファッションショーというか、ボーグってファッション雑誌あるじゃないですか、はいはい、それのファッションイベント、大阪のね、西武百貨店かな、大阪のほど梅田の近くでやるんですけど、そこも僕行きますんで、大阪の皆さん待ってろよ、はい、でその後、京都行って祇園、はい、まあ、プラプラしようかなと思ってるんで、その20日あたりね、京都の、ね、いらっしゃる方いたらご一緒しましょう、日本中でいろんな人と合流してます、まあ、簡単な告知になるんですけど、今週末、ね、金土日、で福島県ですね、郡山いますし、次が、次の週が、秋田県、秋田県はきりたんぽね、日本酒とかね、日本酒の会とかいろいろあるんですけど、そう言ってその次の週がそのさっき言った、大阪、梅田、京都で、その次の週が、仙台ですね、でその最後の週が、沖縄で、12月頭までずっと沖縄にいるんで、まあ、曲は多分沖縄で作ることが一番長いかもしれないです。だからといって沖縄民謡みたいにはならないと思うんですけど、沖縄民も好きですけどね、沖縄のご飯も好きだし人も好きだし、沖縄もかなり行ってらっしゃいます、沖縄も70、80回ぐらい行ってます、そんなに、はい、沖縄好きすぎて僕沖縄に支店出してましたからね、沖縄でも仕事してました、うん、ただ向こうの人はすごいゆっくりだから、仕事もゆっくりだから、
そうそうそう、いろいろとね、いいとこもあれば悪いとこもあるものが人間ですからね、あのどん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 、あの僕はもともと短期だったんですけど、だんだんこうちょっとこう緩い性格になってきましたけど、旅することによってやっぱりこう許して、その人の良さを見るっていう努力はもう常にしてますね、うん、国内は結構いらっしゃったんですか、じゃあもうかなり国内はね、来月が一番国内に1ヶ月でそんだけ行くのは多分来月が初ですね。だいたい行ってますけど、こんだけ行くのはだいたい海外多いんですけどね、今月はそうですね、あの国内、今月か来月か、来月は国内、今月はもう目いっぱいイベントぎっしり、今日もこのあと六本木ですよ、あのいるんで、あの僕に直接グループ LINE でも、あの LINE アットでもいいんで連絡していただければ、あの合流しましょう。はい、わかるんですかね、仮装ですよね、仮装はね、ハロウィン仮装、これからするんですよね、僕今から僕が今日する格好はこれをかぶって、ここにあの YouTuber のラファエルのそう、あのヒント出しすぎました、まあ、皆さんわかりますね、その姿を見たら俺だっていうことがそれ多いかもしれないけどね意外といるかもしれない。この間たまたま某ね、あのドンキホーテでね、うん、見たらあったんで、うん、あ、これでいいやと、うんそうそう、荷物をなるべく少なくしたい人はね、はい、仮装は行かれました、ハロウィンはどっか、これからです、これからですか、はい、どっか行かれました、行ってないんですよね、行ってないこれからじゃないこれね、展示が終わった直後なんで、これからじゃない31日もね、すごいなんか呼ばれてますけど、うん、渋谷に僕いますからね、うん、あのぜひ合流して、あの、うん、みんな歩き回ってますよね、渋谷もすごいですよね、ちなみに仮装するとしたらどんな格好します？私は去年はあのジャック、ディズニーの、ディズニーのジャックみたいな、あの骸骨、顔は白塗り、顔は普通に、まああの被りもしなかったんですけど、すか、まあ、ジャックの、まあ、デザイン、雰囲気のデザインの、はい、まあ、ちょっとゴースロリみたいな感じの、あで、まあ、ちょっとこうそういうピエロみたいな、なんて言うんでしょうね、うん、あのメイクは、メイク、一応メイクは、ね、しました、結構そういう、はい、ちょっと怖い感じの、じゃ絶対もう誰か分かんない、はい、分からないと思いますつむつむが好きなんですか、そういうことです、はい、つむつむ昔流行ったじゃないですか、はい、もうずっとあのジャック使ってました、あ、可愛いですね、押すと一気に消えるんですよあれテクニックいるんです、好きです、好きです、ジャックいいですね、はい、ジャック好きです、ちなみにあの、はい、どんな仮装僕だったら、僕思いついてる、呼ばれたらすぐできるよって言ってんのはモヒカンゾンビ、モヒカンゾンビ、この髪型って、はい、ここ剃ってるから、あ、相当できる、え、ちょっと待って、モヒカンゾンビって何ですか、わかんないけどわかんないけどそう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 、モヒカンにしてゾンビメイクをしてるってことです、そうそうそう、あ、でもゾンビメイクがすごい時間かかるでしょ、まあ絵描きだからね、あ、自分で描いてるは、そこも自分で描いてるじゃないかなと、去年はちなみに去年行ってないんで、今年はじゃあね、いや今年はぜひ渋谷集合で、いやなんかドラキュラとか男爵系が似合うかなと思って、はい、あ、うん、そっか、もう一昨年はねスチームパンク系の仮面をつけて、うん、ちょっとタキシードっぽいやつ着て、ああそう、タキシード系が似合うから、うん、やってみた、でもスチームパンク系ってさ、このギャップなんなんですかそれあの仮面を作って、うんうん、作ったんですか、ご自身で、そういうの得意なの、小道具系作るの得意な、アーティストの特権ですね、しかもさっき電飾とか組んだからね、さっきもそのいろんななんかボロボロこういろいろ出てくるって言ってたのは、うん、ミュージカルもなんと、ミュージカル、それ行きます、いや、3年後に、ほぼ全員女装、80人女装で、ミュージカルをやる、女の平和というタイトルで、女の平和、アリストパレスっていう、もう昔の題材なんですけど、アリストパレス、そう、はいはい、六本木男性合唱団という団 で、はい、でそれで今ダンスを始めたところ、あ、ちょっと始めたところ、はいはい、今は月に1回で、うん、来年からは2回になって、うん、3回になって4回になってっていう、おー、だんだん増えていくと、で振付は、富岡ダンスクラブ、はいはいはい、あかねさんに頼んで全部やってもらって、それがね平均年齢が70歳ぐらいなんですけど、はい、その団が、はい、
ほう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 、その人たちでもこうちょっとかっこよく見えるみたいな、このつなぎかな、まあ見事だなと思って。じゃあもう最年少なんじゃないですか。割とね、割とね、あ、入団して10年なんですけど、あ、もうそんなに経ってるんですか。経ってるんです。あ、じゃあそ10年最近かと思ってました。もう10年、10年劇団員ですね。そう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 、なかなか入ってくる人がね、人に定着してくれない。いろんな顔が、いろんな顔がありますね、やっぱり。僕の唯一の趣味。うん、趣味あの趣味というか、でもね、人にこう見せるから、まあまあプロですよ、うん、いやだからやっぱりこう、もう一つのことやるっていうかね、もう本当にいろんなことをやっていく時代になりましたよね、うん、そうですね、うん、もう日本画家って言ったら絵だけに精進しなさいっていうタイプの人もやっぱりいるんですよね、うん、そういう意見、うん、あ、例えばね、ゲームやったりとかして、いや、その伝統技術をやる人はゲームなんてやってる時間があったら精進しなさいとか、うん、小学校の頃に親に言われた言葉ですよね。ねえ、でも今もう本当ゲームの世界観もいっぱいインスパイアリング、もういろんなありとあらゆるジャンルから、あそこから得てるもの大きいんじゃないですかね。僕なんてやっぱドラゴンクエストとか流行ったじゃないですか。あれドラゴンクエストの縁ですから、ここ。あ、そうなんですか。ドラクエ、堀井裕二さんの縁ですか。堀井裕二さんと一緒にドラゴンクエスト4のシナリオを書いたら、はい、織尾和則さんっていう。はい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 、で、その人のファンの集いが200人ぐらい集まって、はいはい、堀井さんももちろんいらっしゃって。あ、そうなんですね。で、そこにクンプーさんとヨーグルさんが、はい、ヨーグルさんヨーグルさんヨーグルさんハンドルネームで、あ、ほいほいほい、ヨーグルさんがいて、で、そこでついこの間。あ、そうなんですね、うん、すごい偶然の、だってこういう風になるんですよ。すごい第5章あってね、一人一人のあんなで大団円ね、うん、で、あの頃のやっぱりこう想像力を沸かすじゃないですか、あの子の立体的じゃない感じ、うん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 、あれがね、すごいこうアーティスト性を高めてくれた気はしてますね、うん、想像力を。今のゲームってすごい立体的にちょっとなりすぎちゃってるから、 そんな想像しなくてももういいじゃないですか。でもあの頃ってまあ、ストーリーがあったとしたら、それをこうより自分の中で大きくしてね、まあ、小学校だから余計にこうね、ちっちゃい子だから余計に感性も鋭いから、いまだに覚えてますもんね。宿に泊まるって、うん、宿に泊まるのみたいな、ね、自分ではさ、そんな、ね、小学生で宿に泊まるなんていうことはない、うんうん、あ、まあ確かにね、じゃあもう何ゴールド払って宿に泊まるぞみたいな、うん、もうそれですら勇気がいる行為ですよ。一番最初のとこじゃないですか。そうそうそう、一番な体験をしてるほど一番最初ですね。なるほど。でも宿に泊まるとこだったっていう。もっといろんなストーリーいっぱいある。ドラクエそんなところじゃない。アリアハンのレベル1のところ。すごい経験でしたね。いや、でもやっぱ旅をした感じにはなりましたね。そうそうそう、だからどっかで、まあ、自分がこうやって旅するアーティストっていうふうに旅をするきっかけの一つにもやっぱり潜在意識のどっかに眠ってると思うんですよね、それは。うん、RPG は旅でしたね。そうですね、うん、レベル上げっていうのが例えば仕事とかであったりとか、うん、自分の性格スキルを上げることであったりとか、うん、まあ、結構つながってますよね、うんうん、僕ももう徹底して絵だけに経験値を費やすみたいな人生、うんうんうん、もうなんか職業を選んだらもう全部そこに費やす系だったんですよ、その、うんうん、RPG とかでも。今までですか、うん、僕自身もやっぱりそういう感じで、うんうんうん、もう全部、うん、この絵に費やして、はい、でその時空をもとに何かいろいろこう要素をこう取り入れるっていう。はい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 、うん、もういろんなことをやってる、なんかこう7個ぐらいね、はいはいはい、顔がありそうな感じになってますけどね。大量にあるんですよ。ただその軸はもうがっちりもうそこだけ、もうはいはいはい、ブレない全部ね。だからどっかの何かをやっても、あ、これ絵に使える、あ、これあそこでスケッチしたやつをこう料理するのに使えるみたいな、スポンジのようにね、吸収していってると、全ての経験がやっぱりその形になって表現されるということですよね、ここに集約されている。そう、集約する、いろいろな経験ねって大事ですよね。そうですね。告知じゃあね、番組もそろそろ、もうそろそろなんで、告知がある方は僕は12月6日にあれなんですけど、高田馬場ですね、忘年会パーティーです、バリーナイト、エンドパーティーやりますんで、はい、イヤーエンドパーティーですね、やりますんで、まあ、忘年会を英語にするとイヤーエンドパーティー、
いろんなアーティストを呼んでますので、ね、はい、ラジオメンバーも、ね、来て生トークライブをやったりとかね、で食べ物も飲み物もついて、男性5000、女性4000と、2時間半食べ放題飲み放題ライブもし放題ということでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。何時から始まるんですか？そう、来月がね、自分はもう旅でこの番組ちょっと来れないのでね、うん、12月の告知を今させてもらってますけど、はい、何時から？8時からですね、うん、高田馬場音部屋スクエアで、12月6日です、やりますんでね、はい、来月は僕いないんですけど大丈夫ですか？ちなみに来月は僕という存在がいなくてこの番組に成り立つのかっていうことが非常に心配ですけど、来月はちょっとワイワイやろうかなって思います。あ、ワイワイ、はい、いつもワイワイやれ俺がおらん俺がいるときもワイワイやってくれ、やってるんですけど、はい、ということで、はい、ということで、じゃあ、ね、今月もね、はい、ありがとうございました。また。